では始まりました寮生ぶっちゃけトークになります。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず早速自己紹介の方からお願いいたします。はい。ゼックスの匠です。よろしくお願いします。匠さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい。自分はゼックスの渚です。よろしくお願いします。お願いいたします。では今回の企画寮生ぶっちゃけトークということなので、はい、寮について詳しくちょっとお話をお伺いできればなと思います。はいはい、では早速なんですけれども、まずなぜ寮に入ったかっていうところからちょっと簡単にお伺いさせていただきたいんですけれども、はい、はい、はい、そうですね、やっぱり近いので、あ、はい、店舗からそうですね、はい、交通費も何もかかりませんし、うん、出勤も5分なんで楽ですし、はい、まあ、そういったところが寮に入ったポイントですね。なるほど、はい、成田さんは、はい、まあ自分もあらかじめそういう感じで、はい、結構やっぱ近いっていうのがなるほど、はい、もう結構理由としては匠さんと同じような、そうですね、逆にお二人は状況的にですか？はい、僕は東北出身なんですけど、はい、こっちで家借りてたわけでもなくて、あ、なるほど、それも心配だったんですけど、はい、まあ、即入寮化ということで、はい、もう来たその日から、あ、ということで、はい、じゃあもう変な話、よし上京しようで、こちらのゼックスさんに応募されて、そうですね、はい、行動力半端ないですね。半端ないですね。ちょうど今体験入店だったりとか、はい、その時にもじゃあここにしようって言って、寮の方も、はい、面接来たらもう今日から入れますよってことだったので、はい、すぐ、すごいです、はい、すごいっすね。渚さんの方は？自分も神奈川に住んでたので、はい、で、もともと実家の方だったんで、はい、で、まあ、東京で仕事しようっていうので、まあ、寮に入ったって感じですね。なるほど。やっぱりどっちかというと、その神奈川からこう出勤する時間がちょっともったいないな、長いんで、はい、あ、結構遠いところ、そうですね、まだ新宿からちょい遠いぐらい、なるほど、よくそう、それが徒歩5分ぐらいになれば、めちゃめちゃいいですね。わかりました。ただやっぱりその寮に入ろうって思った瞬間、やっぱりそのどれぐらい、何人ぐらい人がいるのかな、いろいろと不安が、はい、不安にはなりましたね。そう、そういうプライベートとかあんまりないのかなとか、そうですよね、いろいろ思ったんですけど、はい、そこら辺は特にどういうところがデメリットっていうか、まあ、デメリットとしては、はい、特にないんですね。あ、そうですね、はい、自分はただやっぱりいびきがうるさいんで、それに多分迷惑されるのかなぐらい小さいと思います。 あまり聞こえないです。聞こえないですよかったですね。で今ちなみに一つのルームで何名ぐらいで、はい、その一つの部屋で、はい、今3人で、ああ、だいたい最大何人ぐらいになるんですか？最大3人、そうです、まあ3人でも結構余裕が全然あるんで、はい、まあ、結構広々、あ、広々、だいたい間取りはどれくらいなんですか？あ、でも 2LDK です。 2LDK で3人、はい、結構余裕ありますね、はい、結構余裕が、もう最大で3人、そうですね、なるほど、それと結構お家賃とか高そうですよね。あ、いや、そりゃ家賃が、はい、まあ、新宿多分結構相場高いんですよ。そうですね、大体8万から9万というのが、まあ、高いんですけど、はい、まあ、でもやっぱ寮でやっぱ一緒に暮らすっていうので結構安くなって、1万8000円から、ね、1万8000円ですからね。ちょっとジャパネットみたいな。でも給料天引きっていう、そうですね、はい、じゃあプラスアルファで、まあ、光熱費とかまた別途かかってくるような、かからないです、光熱費込みで、あ、もう全部込み込みで、はい、この段階なるほど、かなりお得ですね。そうですね、その分店舗さんの方にちょっと恩返しをしなきゃ、はい、頑張るね。ちなみにその、まあ、先ほど寮生活について、まあ、デメリットっていう感じで聞いたんですけれども、ああ、寮生活してよかったなとか、こういうメリットあるなとか、そういうのがあればちょっと聞かせていただいてもいいですか？やっぱ帰っても誰かいるんで、はい、実家にいる気分にはなります。寂しくないですね、一人暮らしって。ああ、はい、想像なんですけど、一人暮らしの時に、ただいまって帰ってきて真っ暗で誰もいないとかはないよ。ないです、寂しいとかはないです。確かに寂しいなとかはないです。でも逆に中でたまに一人でいたいなとか、そういう時はどうですか？あ、自分はお散歩します。あ、あ、ちなみにどこら辺？新宿近辺。新宿近辺、なるほど。そんな遠出はできますね。匠さんは
人になりたいときは喫茶店に行ったりとか。おしゃれっすね。おしゃれっすね。おしゃれっすね。でも何ですかね、夜中にお店が終わって、はい、で次の出勤が夕方なので、はい、例えばですけど喫茶店行こうとか、うん、満喫茶行こうと思ったら全然余裕で行けちゃうので。あ、まあ近いですもんね。はい、もうちょっと本とか読んで。そうですね、私プライベートに関して困ったことはあまりないですね。新宿なんかあんまり逆にいいとは思わないんですよね。はい。ちなみにその3人で暮らしてるとなると、はい、まあ、色々とこの洗濯だったりとか、はい、ご飯とかそういう当番制とかあったりするんですか。一応俺たちみんなで協力し合うけど、はい、みんなそれぞれちゃんとやってるんで、はい、じゃあそう特にルールを決めてるっていうわけではなく、そう、皆さんがそれぞれ、まあ、こう気を使うっていうのもちょっとあれですけど、はい、こう思いやりを持って生活をされている、はい、最低限の配慮は、はい、すれば特にこうなんかぶつかったことはない。全然ないですね、はい、ちなみにお二人だとどちらの方がご飯は作るのがうまいですか。うまいっていうか、正直僕はあんまり自信はないです自分も自信はないですじゃあもう一人の方がもしかしたら一番、まあ、そうです一番かもね。そうですね、結構自炊はするんですよね。はい、そうです。わかりました。もう結構時間もいい時間になってきたので、はい、じゃあ最後にこの寮にまあ入ることを希望している方に、まあ、寮生のまあ先輩として、メッセージの方いただければと思うんですけれども、はい、ではまずちょっと匠さんの方からお願いします。はい、これから皆さん、寮に入ろうと思っている皆さん、ぜひ一緒に頑張りましょう。新宿近辺なので、何でもあります。うん、出勤もすぐですし、帰ってから寝る時間もたくさんあるので、もしやろうと思っている人は気楽に、始めれると思います。僕もね、本当の家族のように皆と仲良くしているので、皆さん家族の仲間にしてください。お待ちしてます。ありがとうございます。はい、では次、凪沙さんお願いします。はい、はい、まあそうですね、自分もまあ寮入って全然不自由になったことは全然今とないんで、まあ、みんな仲良く楽しく生活して仕事もやってるんで、まあ、いびき、俺のいびきが気にならないって言ってくれてるんで、皆さんぜひ一緒に、まあ、家族のように一緒に住みましょう。はい、いやすいません、お世話ありがとうございました。ありがとうございます。